はい、アッシュラヌーザ製品販売店の泉と申します。普段はこういった、頑丈製品や、アッシュラヌーザ製品や、ワールドスワンズ製品を販売しておりますね。頑丈製品のいいところっていうのは、革の質がいいことと、万人受けするデザインや、使いやすさと製造スキルが高いことですね。革の質の良さっていうのは、革っていうのは悪いところといいところがあって、その悪いところを取り除いていいところを頑丈さんは使っていると思いますね。あとコスパも結構高いと思いますね。こちらのコード版製品が4万700円なので、多くの、革製品メーカーよりも結構、いいと思いますね。耐久性も高くて革の質も良くて、長年、使えますのでコスパに優れていると思います。こちらは、コード版を使った蓋と折り財布ですね。コードバンというのはシェルコードバンではなくて、確か新規さんの、コードバンだと思いますね。かなりツヤが最初から出てて、経年変化や使用に伴って陶器のような、ツヤツヤな、コードバンに仕上がると言われていますね。シェルコードバンは、ぬめりのある、ツヤって言われてまして、新規さんのコードバンは最初から、ギラリと光るコード版だと思いますね。まあ、そういうコード版を比較するとこれぐらいの、感じの艶の違いですね。まあ、似てますけどね。内装が、ヌメ革を使ってますね。最初から薄いブラウンなので経年変化で濃くなっていきますね。ブライダルレーザーを使った似たようなモデルがありますね。そちらは内装がミネルバボックスで、外装が、ブライドルレザーを使っています。こちらですね。どっちの革にするかはちょっとかなり悩むと思います。同じ4万700円なので、選ぶ際はかなり迷うと思いますね。個人的には、内装の革の質がいいこちらが、おすすめだと思いますね。コードバンではないんですけども、ブライドレザーっていう結構高級で耐久性高くてツヤのある、革を使ってますので面白いですね。あと札入れが2つあって、カードケースが、4つあって、小銭入れがありますね。小銭入れは2つ式入りがあるタイプなので、かなり、使いやすいと思います。普段はこういった、頑丈製品や、ワールドサン製品やシラヌーザ製品など、フリマといった、ヤフーヨークやメルカリ、ベースなどで販売しております。私は、アシラヌーザ製品の正規販売店なので、パターンオーダーの受注もしております。すべてシェルコードバンにかからず、値段がお得でパターンオーダーの範囲も広めですね。こちら4万2000円で受注しております。アマヨレットやバイオレットなど日本で美術のシェルコードバンも使うことができますので、ご興味があればご遠慮なくお問い合わせいただければと思います。他の質問も、ご遠慮なくお問い合わせいただければと思います。